はみ出しの中村天風シリーズの復習みたいな感じで、自分の日常で実践できているかの振り返りになってます。お、ありがとうございます、陽子さん。なんか、フェイしてくれ。確かに。フェイのことまだ言ってない。フェイのことまだ言ってない。言ってないけど、人間関係がどうも。そう、相手をあげるみたいなことをもうやられた。なんかね、まずフェイについて言うと、なんか、我々は、確かにその説明してない。その説明してない。はいはい。その、フェイって何か。はいはいはい。フェイとかっていう言葉はなくて、なんか自然発生的に、ここ二人の間で、そういう人がいたときに、うん。どういう人だよね。なんかまあ、人がいた。何でもいい。悩んである人がいた。ああ、はいはい。その人のこう悩みが、なんかこう解決されたとか、うん、元気出たとか、うん、背中を押したとか。なんかそれで、その子の心が気持ちが丈夫になって、強くなって、うん、なんか、なりましたと、うん。っていうふうな、例えば相談の乗り方みたいなことを、例えばしたと、うん。で、こうするわけやんか。こう。うんするわけね。これを、フェイ。これ何やねん。これを、フェイって呼んでるんですよ。まず。なぜか、ね、自然発生的に、はいはいはい、フェイと呼ぶようになった。もうフェイと呼ぶようになって、もう10年以上。10年以上経ってる。例えば、その、共通の知り合いとかがいて、なんか悩んでる。うん、俺が、できた、みたいな。うん、その子に会ってきたよ。うん、どうやったんってまた前に聞かれる、うん。フェイ一人だね。うん。あ、ええやん、みたいな。そう、なんか、ってことは、それは自分で。まあ、こう、こうだってたけど、まあ、ペイしといたわ。あ、ほんまに、っていう。もう、それは、伝わる、伝わるっていう、なんか、その、共通言語みたいなのがあって、それをそのまま、ね、誰にも伝わらんの分かった上で、こう、フェイって言ってるっていうだけなんです。何の説明もなく、俺、メルマガに書いてたけど、初めて言ったのに、メルマガとかね。まあ、でも、ハミラジではね、これを共通言語に。確かに、フェイするっていうのを、まあ、対人関係における、うん、まあ、絶対積極な人間関係、対人関係の絡み方として、タミラジでは定義したいですね。うん、そうだね。うん。多分意味は多分わかりますよね、うん。なんとなく。こうするんですよ。だから、こう、積極的じゃない人間関係、対人関係って言うと、逆フェイですよね。こう。が何かっていうと、まあ、さっきちらっと質問とかにも出たようなさ、うん、こんなこともお前できんのか。はいはいはい。だからお前はわかるのや、とかね。相手のエフィカシーを下げたり、はいはいはい、モチベーションを下げたり。そういうイメージ、エフィカシー下げる。そう。うん、せっかく、やる気なくす。やる道に迷わす。そう、迷わす。うん、感情を乱す。乱すようなことする。そう。そう、うん。背中を押すんじゃなくて、意味もなく止めたり。うん、みたいなことって、うん、意外と知らん間にやってモテたりって、すると思うんですよね。うん、その、こっちが健康じゃないと。うん。うんうん、なんかその、嫉妬してみたり、お前はええやなって、ほんまに言ってみたり。はいはい。俺はこんなに辛いの前はええよな。それって逆フェイ。うん。弱ってるやんと、ええやんでええのやんっていう。うん。で、自分フェイ。さっきのように、自分フェイのがないから、そう。逆フェイしてるから人にしんどいから、そう。しんどいから、同じぐらいしんどなってほしい。降りてきてほしいから、うん。相手下げてるみたいな。うん。そうだね。だから、逆フェイされた時に、自分、逆フェイされたからといって、自分で自分を逆フェイしていいということにはならんや。うんなるほどね。逆フェイされても自分はフェイという気持ちをやっぱ強く持たんと、うん、こんがらがらが逆フェイがフェイ。でもやっぱり出ないと逆フェイの連鎖って止まらんと思う。逆フェイされて自分で自分を逆フェイする癖がつく。確かに確かに。じゃあそうすると思わず周りの人とか、うん、例えば自分よりそれこそ何て言うかな、自分の部下やったり、生徒やったり、子供とかに対して自分で自分を逆フェイするから。確かに確かに。その人たちに対して、友達とかに対しても逆フェイするようになる。と、この子はまた、それによって、自分で自分を逆フェイしろ。逆フェイの、逆フェイの直しがさ、なって、もうこれは、ね、平和なんて世界にはならない。そう、逆フェイバタフライエフェクトでさ、うん、やっぱり地球の、ね、反対側まで行くと思う。行くね。逆フェイ効果が。うん。だから、何が大事かっていうと、フェイされたとて、逆フェイされたとて、うん、されなかったとて、フェイする。ね。うん。自分をフェイするし、相手も許せない俺を。するっていうことが大事よっていう。だから、ハミラジ的には、その人たちをすげえ増やしていきたいんだ。そうだよ。いつも意識に置いてるのは我々じゃなくて、皆さん、フェイしたいよね、皆さんも。うん、やし、皆さんも、その周りの人たちがフェイスできるようになったら、それはむっちゃいいことだよっていう気持ち一回も忘れてないよね、うんうんうん。そうだね、忘れてないね。うん。でたまにね、やっぱりこうずっとこうフェイのね、やっぱりこう、うん、フェイの押し売り、フェイの押し売りをしてると、うんうんまあ、フェイ力ってさ、やっぱフェイ、をしようと、こう、し続けていくことによって磨かれていく。確かに。フェイしようって難しいのね。そう、意外とね。で、やっぱ、俺とかで言ったら、なんか、昔悩んだのは、うん、フェイとおせっかいの
境界線が難しい。はい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 。俺はフェイしよう思ってんねんけど、途中からなんか俺のおせっかいスイッチが出そうで、なんか余計なことまで言うても。確かに、自分はフェイのつもりやったけど、それが相手にとってはなんかちょっと過剰やからとか、そうそうそう。余計プレッシャーに感じてしまって、余計自信なくなってもう絶対なってしまうみたいな。そうそう。だからそのおせっかいと無関心の間。ここにフェイ。情熱の間。その間みたいな感じで、ここにフェイがあるんやけど、俺の場合は癖的に、おせっかいをしてしまったりする。はいはい、そういう時、うわ、あれおせっかいしてしもたとかって言って振り返ったりとか、はいはい、みたいなことを、でも、フェイの失敗をね、繰り返していきながら、フェイの精度を来たやつが、ちょっとずつ、はい。まあほんまにそうよな。ほんまにそう。でもわかるの、昔、ね、やっぱ鈍感っていうか、うん、まあ、言うたら、こいつは初めからメンタル、まあまあ強いというか、健康というかさ、そういう対人においての繊細さっていうのは初めがなかったから、うん、初めから、もう、直接的なフェイしか、武器がないわけよ。そう、一瞬でフェイしかない。そう。ストレートパンチしかない。そう。それは、人によってはそのフェイが当てはまらんから、そう。逆にプレッシャーになる。そう。それわからんかった。フェイ力が低くて。フェイ力低くて、俺なんならだからコンサルの時とかもやってた。そういう、だなんていうかな、俺の鈍感な人間のフェイがあるやん。うん、で、例えばその人が落ち込んでいたりとか、ちょっとエネルギー下がってる時って、うん、ちょっとやめてくれよって、なる、うん。っていうことにも、もう知らなくなったから、うん。もうこんな俺は辛い状況になってんのに、うん、玉井さんめっちゃ、もっと頑張れ言ってくる。そう、別にもう頑張れないのにみたいな。頑張れっていうか、そう、いけるでーってめっちゃ言うかな。そんな言い方せんといてるみたいな。多分ことないから。そう。言い方あるやんってことないけど、うんうん。そのままストレートボール投げるから、うんうんうん。でも、そのフェイを何回もやってると、だんだん、フェイのストレートボールだけじゃなくて、カーブとかも、ね、投げれる投げれる。スライダーとかも身についてきて、うん、みたいな。あ、こいつにはこのフェイが効くな、みたいな。そう。できてきてるよね、確かに。フェイの二刀流、今ではね。うん、二刀流以上、三刀流かもしれないし。うん、で、逆にさ、うん、自分は、繊細ブランディングだったんで、うん、どういうことかっていうと、まず自分フェイもできてないと、自分が心がすげえ弱いからさ、うん、他人フェイできんわけよね。うんうん、もう弱すぎて。うん、あ、そう、辛いよね、うん。みたいな、その、共感して、俺も食らうみたいな。うん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 、みたいなになってたのが、自分フェイをちゃんとするようになって、自分のメンタルがちょっとずつ安定してくると、うん、辛いってなってると。頑張れよ。ちょっと、わかるで。でも頑張れよ。みたいな。共感した上でちょっとフェイみたいなところから始まりの、うんうん、武器が増えてきて、うんうんうん、で、今は、共感しつつも、こっちもダメージを負ってるところから始まんねんけど、うん、こっちはダメージを負わずに、共感はできるから、適切なフェイっていうのができるようになる、うんうん。力強いフェイができるんで、っていうプロセスは確かにね、辿ってきてるんですよ。うんうん、じゃこれからもね、我々はそのフェイ力を、フェイ力を続けて。いや、ほんまにこれマックスにしたいの。マックスが、うん、以上。うんうん、もう全体的にフェイ。鬼のフェイ。うん、鬼フェイ。例えば、中村テンプのね、皆さん本とかやってます。エグフェイやろ。エグフェイや。フェイ力はやばい。なんでそんな表現がね、出てくんねんっていうのは、なんでかっていうと、中村天保本人がさ、この辺本に書いてないけど、ずっとフェイをやってきて、この回数の量で、フェイ力上がったよって本人が書いてるんで、フェイ力上がった。上がったよって、まあ別の言葉ですけど、まあ伝え方っていう意味で、うんうんうん、って言うてるんで、やっぱり量は大事だよね。うんうんうんフェイの仕方は言うてないけど、うん、フェイの説明だけになってます。そうね。フェイの説明はせずに、フェイの、ね、フェイの話だけして、